与謝野明子役「源氏物語」「柏木」「死ぬる日を罪報い」など言う際の涙に似ざる火の雫乙」あきこ「明子」。 上門の神の病気は介抱に向くことなしに春が来た父のおとどと母夫人の悲しむのを見ては死を願うことは重罪にあたることであると一方では思いながらも自分は決して惜しい身でもない子供の時から持っていた人に違った自尊心もある一つ二つの場合に得た失望感から歪められて以来は 遠征的な思想になって出家を志していたにもかかわらず親たちの嘆きを顧みるとこの穂出しが豚腺の術を挙げさすまいと考えられて事故を紛らしながら俗世界にいるうちについに生き難いほどの物思いを同時に二つまで重ねてする身になったことは誰を恨むべくもない事故の過ちである。 神も仏も名女を垂れたまわぬ境涯に落ちたのは皆全生での悲しい約束事であろう。誰も永久の命を持たない人間なのであるから少しは惜しまれるうちに死んで簡単な同情にもせよ恋しい方に哀れだと思われることを自分の恋の最後に報いられたことと見よう。強いて生きていて自己の悪名も立ち、 なお自分をもあの方をも苦しめるような道を進んでいくよりは無礼であるとお憎しみになる因も死ねばすべてお許しになるであろうからやはり死が願わしいその他の点で過去に因のご感情を害したことはなく長く恩耕を得ていた以前のご愛情が死によってよみがえってくることもあるであろうとこんなふうに思われることが多い哀れな右衛門神であった。 なぜこう短事実の間に自分をめちゃめちゃにしてしまったのであろうと反問して苦しい涙を流しているのであるが病苦が少し楽になったようであると家族たちが病室を出ていった間に右衛門神は女三宮へ送る手紙を書いた「もう私の命の胆石に迫っておりますことは」 どこからとなくお耳に入っているでしょうがどんな風かともお尋ねくださいませんことはもっともなことですが私としては悲しゅうございますこんなことを書くのにも獲物神は手が震えてならぬために書きたいことも書きさして先を急いだ今はとて燃えん煙も結ぼほれ絶えぬ思いの や残らん哀れであるとだけでも言ってくださいそれに満足します心を暗い闇の世界へ入ります道の巧妙にもいたしましょう」と結んだのであった小十中にもなお懲りずに神は恋の苦痛を訴えてきた。 直接もう一度あなたに会って言いたいことがあるとも書いてあった「小侍従も同情時代から叔母の縁故で親しい向上があったから大それた恋をする点では迷惑な主人筋の変わり者であると面倒には思っていたものの生きる望みのなくなっている様子を知っては悲しくて泣きながらこのお返事だけはどうかなすってくださいましこれが最後のことでございましょうから」。 と宮へ申し上げた「私だってもういつ死ぬかわからないほど命に自信がなくなっているのだからそうした気の毒な容体でいる人としてだけに同情もされるけれど私はもう苦しめられることに懲りているのだから返事などをしてかかり合いになるのは非常に嫌に思われる」こう言いになって宮は書こうと遊ばさない。 自重心が終わりになるのではなくてこれは院のお心にご自身の遊ばされた過失の影が折々さして悩ましいご様子をお見せになることもあるのを恐ろしく苦しいことと深く思っておいでになるからである小侍従はそれでも硯などを持ってきて責め立てるのでしぶしぶお書きになった宮のお手紙を持って酔い闇に紛れてそっと小侍従は エモンの神のところへ行った音戸は大和の桂木山から呼んだ上手な評判のある修験者にこの晩は神の家事をさせようとしていた祈祷や度胸の声も騒がしく病室へ入ってきた人が進めるままに世の中へ出ることをしない構想などで 世間からもまたあまり知られていないような人も遠い土地へ息子たちを派遣などして呼び迎えてエモンの神の病気に貢献の現れることを期している音戸であるから見て感じの悪いようなやひな層などがあとへあとへとこの頃はたくさん来るのである病人は何という名の病患でもなくてただ心細い風に時々泣き入っていたりするのを 音葉樹なども多くは「女の霊がついている」と占っているので「そうかもしれぬ」と音とどは思い他へつきものを移そうとしても何らもののけの手がかりが得られないのに困りこうして煙獄の主言者などを呼び集めることもするのであった今度山から来た僧も大男で恐ろしい目つきをして荒々しくだらにを読んでいるのを右衛門神は「はああ嫌になる」 私は罪が深いせいなのかだらにを大声で読まれると恐ろしくてますますそれで死ぬ気がする」と言いながら病床を出て小侍獣のいるところへ来た音戸はそんなことを知らず病人は寝入っていると女房たちに言わせてあったのでそう信じてひそかにこの山の僧と語っていた音戸は年がいってもなお華やかな派手な人で よく笑う性質なのであるがこうした無別するに値する山の資幻想と向き合って江の神の病気の当初からその後何ということなしに重くばかりなっていくことなどをこまごまと語っていた「どうかあなたの力でもののけが正体を表してくるようにやってほしいものです」とも信頼した風で言っているのも哀れであった。 小聞いてごらん。何の罪で私がこうなっているかをご存じないものだから女の霊がついているなどとごまかされておいでになるがあの方以外に女として引くもののない私の心へあの方の霊が真実ついていてくれるのなら嫌でならない自分の身もありがたくなるだろうよそれにしても大それた恋をしてあるまじい過失を引き起こして人の女をけがし 自身を顧みないようになる人は自分だけではない昔の人にもあった罪なのだと自ら慰めようとするがねそんなことで私の心は救われないのだよ相手があの方なのだから自責の念に耐えられまいではないか生きていることももうまぶしくてならなくなったというのは昔から世の中の人が言うように一種特別な光の沿った方らしい滞在人でもないのに お顔を見合わせた瞬間から私の心は混乱してしまって抜け出した金箔が六条院をさまよっているようなことに気が付いた時には「君まじないをしてくれたまえ」などと衰弱して殻のようになった姿で泣きも笑いもして右衛門神は語るのであった「ミヤが非常にお恥になっているご様子」 物思いばかりをしておいでになるということも小侍中は告げた自身が今冗談で言い出したことではあるがその宮をおいたわしく恋しく思うコンパクはそちらへ行くかもしれぬというような気も獲物神はして一層思い乱れたもう宮様のお話は一切すまい。 不幸で短命な生涯に続いてその執着が残るために未来をまた台無しにすると思うのがつらい心苦しいあのことを無事にお済ましになったとだけはせめて聞いて死にたい気もするがね私たちをつなぎ合わせた目に見えぬものを私が夢で見た話なども申し上げることができないままになるのが苦痛だよと言って深く神の悲しむ様子を見ていては 小中も耐えきれずなって泣き出すとその人もまた泣くろうそくをともさせてお返事を読むのであったがそれは今も弱々しいはかない筆の跡で美しくは書かれてあったご病気を心苦しく聞いていながらも私からお尋ねなどのできないことは推察ができるでしょう 残るだろうとお言いになりますが立ち添いてきえやしなまし浮きことを思い乱るる煙比べに私はもう長く生きてはいないでしょう内容はこんなのであった「右衛門神は宮のお手紙を非常にありがたく思った」。 このお言葉だけがこの世にいるうちの最も嬉しいことになるだろう儚ない私だね一層強く神は泣きってまたこちらからのお返事を横になりながら休み休み書いた鳥の足跡のような字ができる行方なき空の煙となりぬとも思うあたりを 立ちは離れずとりわけ夕方には空をお眺めください人目をおはばかりになりますことも対象が実在のものでなくなるのですからいいわけでしょうそしてせめて永久に私をお忘れにならぬようにしてくださいなどと乱れがきにした病苦に耐えられなくなってではもういいから あまり老けないうちに帰っていって宮様にこんなふうに死が迫っているということを申し上げてくださいどうした前唱の因縁からこんなに道に外れた思いが心に染みついた私だろう泣く泣く病床へ右衛門の神はいざり入るのであった平勢はいつまでもいつまでも小侍重を前に置いて 宮の大噂を一つでも多く話させたいようにする人であるのに今日は言葉も少ないではないかと思うのも物哀れで小児中は出ていけない気がした容体を叔母の目のとも話して大泣きに泣いていた音どなどの心痛は非情なもので昨日今日少し良かったようだったのにどうしてこんなにまた弱ったのだろうと騒いでいた そんん。ななにご心配をなさることはありませんどうせもう私は死ぬのですからえもんの神は父に言って自身もまた泣いていた女三宮はこの日の夕方ごろからご異常の兆しが見えだして悩んでおいでになるので経験のある人たちがそれと気づき騒ぎ出して院へご報告をしたので 委員は驚いてこちらの御殿へおいでになったお心の内では何ら不純なことがなくてこうしたことに遭うのであったら珍しくて嬉しいであろうとおぼし召されるのであったが人にはそれを蹴どらすまいとおぼし召すので修験の僧などを急に迎えることを命じたりしておいでになった手法の方はずっと前から続いて行われているので 人の貢献をよく表すものばかりを今度はお集めになって家事をさせておいでになった一晩中お苦しみになって日の昇る頃にお産があった男気味であるということをお聞きになってまた委員は隠れた秘密を要望の似た点などで誰の目にも映りやすい男であることが苦しい。 女はよく紛らすこともできるし多くの人が顔を見るのでないからいいのであるがとお思いになったしかし素性の紛らわしいことは男の身にあってもよいがどんな高貴な方の母になるかもしれぬ女性は生まれが確かでなければならぬ点から言えばこれがかえってよいかもしれぬとまた大思い返しになった。 忘れることもない自分の罪のこれが報いであろうこの世でこうした思いがけぬ罰にあっておけばご世で受ける戸川少し軽くなるかもしれぬなどとお考えになった宮の秘密は誰一人知らぬことであったから尊気な内親王を母にして最後におもうけになった若君を 院はどんなにお愛しになるだろうという想像をして、警視たちは大掛かりな支度をご出産祝いにした。六条院の各夫人から、産出への見舞い品、祝い品は様々に衣装の凝らされたものであった。お式、ついがさね、たかつなどの作らせようにも、皆それぞれの個性が見えた。 5日の夜には中宮の大産養があった母宮のお召し料をはじめとしてそれぞれの階級の女房たちへ分配されるものまでもおきの遊ばすことらしく派手にそろえてお使わしになったのである三夫の宮への御粥五十組の弁当参回した書管理への共王の趣向 六条院に奉仕する人々院の長の役人その他にまで砂糖のあるお料理を交付された院の天上人とともに中宮職の書院は太夫をはじめ皆参っていた七日の夜には宮中からの大分養いがあったこれも朝廷の思い々しで重々ももしく行われたのである。 打上大臣などはこの祝賀に喜んで奔走するはずの人であったが子息の大病のために他のことを思う間もない風でただ普通に祝い品を送ってきただけであった宮方や高官の参賀も多かった院内にもこの若君を珍重する空気が濃厚に作られていながら院のお心にだけは 周知をお感じになるようなところがあって宴席を華やかにすることなどはお望みになれないで音楽の遊びなどは何もなかった尿王三宮は弱いお体で恐ろしい大役の出産を遊ばした後であったからまだ思い湯などさえおとりになることができなかったご自身の薄命であることをこの際にもまた深くお思われになって 「この衰弱の中で死んでしまいたい」ともお思いになるのであった「院は人から不審を起こさせないことを期して上手に表面はつくろっておいでになるが生まれたばかりの若君を特に見ようともなされないのを老いた女房などは「ご愛情が薄いではありませんか」「久しぶりにお持ちになった若様がこんなにまできれいでいらっしゃるのに」などと言っているのを は片耳におはさみになってこの薄いと言われておいでになる愛情は成長するにつれてますます薄くなるであろうとインが大恨めしく過去のご自身も恨めしくて甘になろうというお心が起こった夜などもこちらの御殿でインはお休みにならずに昼の間に時々お顔をお見せになるだけであった 人生の無常をいろんな形で見ていてもう自分は未来が短くなっているのだからと思うと心細くて仏勤めばかりをする癖がついて産屋の騒がしい空気と自分とはしっくり合わない気がされてたびたびは来ないのですが気分はどうですか少しさっぱりしたように思いますか気の毒ですね」とお言いになりながら院は貴帳の上から宮をおのぞきになった。 ミヤは頭を少しお上げになってまだ私には良くなる自信ができませんでねこんな際に死んでは罪が深いと聞いておりますからあまになりましてその功徳であるいは生きることができるかどうか試したくもありますしまた死にましても罪が軽くなるでしょうからと思われましてそういたしたくなりました平成にも似ず おびてお言いになったとんでもないことですよなぜそうまで悲観するのですか産をすると誰も皆そんなふうに恐ろしく不安になるものですが子を産んだ人が皆死ぬものではありませんからね気を鎮めるようになさいそんなことは言わずにと員はお言いになったお心の中では その希望が自発的に起こったのならそうさせてしまった方が自分の心が楽になって深く今後もこの人を愛することが可能かもしれぬ今までと同じように取り扱っていても同じにならぬものが自分の心にあってはおかわいそうである自分ながらも以前の愛情がこのまままた帰ってこようとは思われない自分はどんなに努めても 暗い霧が心を横切ることは免れまい。自然宮への愛が薄くなったように他人が思うことも予想され、その時の宮のお立場も苦しかろうと思われる。法王がお聞きになっても自分が悪いことにばかりなるであろう、病気に託してそうおさせしようかと思われになるのであったが、またそれを実現させるのが惜しくも哀れにも大思われになり、 若盛りの姿をあまに変えさせるのも残酷におぼしめされて「ぜひとも強く生きようとお勤めなさいこの上そうまで悪くなるわけはありませんよもうダメかと思われた人さえ治ってきた霊が近いところにあるのですからそれを思うとまだこの世は頼みになりますよ」などとお言いになって左右を進めたりして院はおいでになるのであった。 宮のの顔色は非常に青くて力もないふうに寝ておいでになるが頼りない美しさを成しているのをご覧になってはどんな過失があっても自分のうちの愛の力が勝って許しうるに違いないのはこの人であると院はおぼしめした御寺の院は珍しい出産を仁を三宮が無事にお済ませになったという知らせをお聞きになって 非常にお会いになりたくおぼしめしたところへ続いてご用体のよろしくない頼りばかりがあるために先進に仏勤もお出来にならなくなった衰弱しきった方がまたいくにちも物を召し上がらないでおいでになったのであるから一層頼み少なくお見えになる宮が長いことお目にかかれずに暮らしておりました頃よりももっともっと私はお父様が恋しくてなりませんのに もうお目にかかれないまま死んでしまうのでしょうかと言って非常にお泣きになったので六条院はそのことを人から法王にお伝えさせになると法王は耐え難く悲しくおぼしめしてよろしくない行動であるとはおぼしめしながら人目をはばかって夜になってから六条院へにわかにごっこを遊ばされたご主人の院は驚きになって恐怖の意を表しておいでになった。 もうこの世のことは帰り見ますまいと決心していたのですがこうなってもまだ迷うのはこう思う道の闇だけで宮が重体だと聞くと仏のお勤めも怠るばかりで恥ずかしくてなりませんが誰が先とも後とも定まらない人の命であれば会いたがる子に会ってやらずに死なせましたら親の心残りが道の妨げになる気がするので人間世界のそしりも無視して出てきたのです。 法王はこう仰せられたご創業ではあるが縁なところがなお残って懐かしいお姿に大層なご報復などはめさずに墨染衣の簡単などを御身にお付け遊ばされたのがことに感じよくお美しいのを院は羨ましく拝見されて例のようにまず楽類を遊ばされたご用代は なんという名のある病気ではないのでございますが今まで衰弱が甚だしゅうございましたところへお食欲のないことが渋滞に導いたのでございますなどと六条院はお話になって失礼な場所でございますがと宮のお休みになった頂戴の前へお敷物の座を作って法王をご案内された宮を 女房たちがいろいろとお引き繕いしてご介抱しながら宮尾も男の下へお下ろしした。法王は間の基調を少し横へおうしになって「宵の家事の僧のような気はしてもまだ貢献を表すだけの修行ができていないから恥ずかしいが会いたがっておいでになった顔をそこでよく見るがいい」と法王は仰せられて目をお拭きになった。 宮も弱々しくお泣きになって私の命はもう助かるとは思えないのでございますからおいでくださいましたこの機会に私をあまに遊ばしてくださいませこうお言いになるのであったその志は結構だが命は予測することを許されないものだからあなたのような若い人は 今後長く生きているうちに迷いが起こって世間の人にそしられるようなことにならぬとは限らない慎重に考えてからのことにしては」などと方法王はおいになって六条院に「こう進んで言いますが既に既得な場合とすればしばらくもその志を実現させることによって仏の名字を得させたいと私は思う」と仰せられた。 この間からそのことをよくお話になるのですが、物のけが人の心をたぶらかしてそんな風うのことを勧めるのでしょうと申して、私はご同意をしないのでございます。物のけの勧めでそれを行うと言っても、悪いことは止めなければなりませんが、衰弱してしまった人が最後の希望として言っていることを無視しては、後悔することがあるかもしれぬと私は思う。 法王の仰せはこうであったお心の内では限りもない信頼をもって託しておいた内親王を妻にしてからのこの院の愛情に飽きたらぬところのあるのを何かの場合によく自分は聞いていたが恨みを自分から言い出すこともできぬ問題であってしかも世間に取り沙汰されるのも忍ばねばならぬことを始終残念に思っているのであるから この機会に決断してあまにさせてしまうとしても夫に捨てられたのだと世間から調罰されるわけのものではない少しも遠慮はいらぬ現在においてミ也の望みは遂げさせなくてはならない夫婦関係の解消した後に単に兄の子として保護してくれる行為はあるはずであるからせめてそれだけを自分から帰宅された最後の義務に追ってもらうことにして 反抗的にここを出ていくふうでなくして自分からかつて宮に分配した財産のうちに広くて立派な邸宅もあるのであるからそこを修繕して済ませよう自分がまだ生きておられるうちにそれらの処置を見なしておくことにしたいこの院も妻としては冷ややかに見ても今からの宮を不人情に掘ってはおくまい自分はその態度を見極めておく必要があるとおぼしめしてでは 私がこちらへ来たついでにあなたの受解を実行させることにしてそれを私は御仏からの義務の一つを果たしたことと見ていただくことにすると仰せられた六条院は遺憾に大思いになった宮のご家室のこともお忘れになって何となることかと心お騒がせになって悲しみにお耐えにならずに貴重の中へお入りになって なぜそういうことをなさろうというのですかもう長くも生きていない老いた夫をお捨てになってあまになどなる気になぜおなりになったのですかもうしばらく気を沈めて湯をお飲みになったり物を召し上がったりすることに努力なさい。出家をすることは尊いことでも体が弱ければ仏勤めもよくできないではありませんかともかくも病気の回復をおはかりになった上でのことになさい。とお話になるのであるが。 ミヤは頭をおふりになって乙女になるのを恨めしくお思いになるふうであった何もお言いにはならなかったが自分を恨めしくお思いになったこともあるのではないかとお気がつくとかわいそうでならない気が遊ばされたのであったいろいろとミヤのご意志を翻させようと院が言葉を尽くしておいでになるうちに夜明け方になった。 御寺へお帰りになるのが明るくなってからでは見苦しいと法王はお急ぎになって祈祷のために自している僧の中から尊敬してよい人格者ばかりをお選びになり産屋へお呼びになって宮のお串を切ることをお命じになった若い盛りの美しいお串を切って仏の貝をお受けになる光景は悲しいものであった。 残念におぼしめして六条院は非常にお泣きになった。また法王におかせられては御子の中でもとりわけお大事におぼしめされた内親王で誰よりも幸福な生涯を得させたいと思い遊ばされた方を未来の世は別としてこの世では儚い姿にお返えさせになったことでしおれておいでになってたとえこうおなりになっても 健康が回復すればそれを幸福に大思いになってできれば年頭だけでもよくお唱えしているようになさいとお言いになった委員はまだ暗いうちに六条院をお去りになることに遊ばされた美也は今もなお命がおぼつかないご様子ではかばかしく御父法王を黙奏遊ばすこともお出来にならず物もお言われにならなかった。 夢を見ておりますようなことが起こりまして心が混乱しております際で昔のご工場をまたお見せくださいました美雪に感謝の意もまだ表してお目にかけることができませんような不都合さもまた私が伺ってお詫びすることにいたしましょう」と六条院はご挨拶を遊ばされたそしてこの院の役人たちを御寺へお見送りにお出しになるのであった。 もう今日か明日かに終わるように自分の命の危険さが思われた際に後に残して保護者もなく寂しくこの世を渡らせることが哀れまれてならぬ時にご本意ではなかったでしょうがあなたへお託しさせていただいて今までは安心していたのですが万一彼の命の助かることがありますれば もう普通の人ではなくなりましたものが人出入りの多い宮殿にいますことは似合わしく思われませんし郊外の寂しいところへ住ませるのもさすがにまた心細く思うことでしょうからその点をあなたがお考えくだすって住まいを移させることにしていただきたいどうか今後も彼を念頭にお置きくださいと法王がお言いになるとそんな仰せまでも受けましてはかえって私が恥じ入ります 自分の精神がよく統一されていくのを待ちまして全てのことに全所いたしましょう陰は実際悲しみに絶えぬご様子であった「ゴヤの火事の時に物ののけが人に移ってきてどうこんなことになってしまったではないか」。 上手に一人を取り返したと思っておいでになる様子が悔しかったからそれからは気のつかぬようにしてこちらへ私は来ていたのだもう帰りますよと笑ったこれによれば紫夫人を悩ましたもの毛がそれ以来こちらへついていたのであったかあらゆる不祥事は彼がなさしめたのかもしれぬとお気づきになった時 野宮がおかわいそうでならぬ気のされる院で終わりになった宮のご用体は少し持ち直したようであったがまだ危険状態を脱したとはお見えにならないのである女房たちもご出家を遊ばしたことで失望した様子であったがたとえこうおなりになってもご健康さえ取り戻すことができればと今はそれを院もお念じになって 手法もまた伸ばさせて油断なく祈らせることも遊ばしたしその他のあらゆる方法もおとりになって宮のお命の助かるようにとばかり苦心遊ばされるのであった上門の神は六条院の宮のご出産から出家と続いての出来事を病床に聞いて一層頼み少ない容態になってしまった。 夫人の女二宮をおかわいそうにばかり思われるエモ衛門神は助からぬ命に決まった今になってここへ宮がおいでになることは軽々しく世間が見ることであろうし父母が始終近くへ来ている病室では自然お姿をそれらの近親者に見られておしまいになる隙ができることになってはもったいないと思ってどんな無理をしてでも一条の宮へもう一度行ってみたいのです。 と言い続けるのであるが両親は許さなかった右衛門神は誰にも自分の死後はこの宮をご保護申すようにということを頼んでいたもともと宮の母君の宮ころはこの結婚に不賛成であったのが右衛門神の父のおとどの 熱心なこん棒が法王を動かし立てまつってお許しになることになったものであって六条院の二本の宮のご幸福のかんばしくない噂などがお耳に入った頃にはかえって二宮の方が将来の頼もしい夫を得たというものだと法王が仰せられると聞いたこともあったのに何という成り行きになることかと今は悲しむばかりであった。 こんな風で宮様を未亡人にしてしまうのかと思いますと耐えられません。あちらにもこちらにもお気の毒なことばかりですが、自分の心に任せないのが命ですから仕方もありません。宮様の今後の寂しい生活を思いますと心苦しくてなりませんから、お母様は親切にしてあげてください。四終お世話をしてあげてください、お母様。と、神は、 母夫人にも言っていた「縁起の悪い話をしますね。あなたに死なれた後でお母様はどれだけ生きておられると思ってそんな未来のことまでも言うのですか。」と言って母はまず泣き言ってしまうので右衛門神はよく話すこともできないのである。すぐ下の弟である左大便に。 兄は詳しく宮の恩子とは遺言しておいた善良な性質の人であったから弟たちにも皆親しまれていて末の方の弟などは親のように頼みにしているこの人が遺言をしたりするようになったのを誰も心細がらぬものはなくて家の使用人なども皆悲しんでいるのである朝廷でも非常にお惜しみになって いいよいよ紀徳ということが天頂に達するとにわかに権大納言に昇進をさせになったこの感激によって元気が出てもう一度だけは三代をするかと帝は帰しておいでになったのであるがそれをすることがもうエモンの神にはできなかったただ病苦の中で背任の表だけを奏して奉てった 音どはこの調音の暑さを見てもさらに惜しく悲しく我が子が思われるのであった左大将は常に親友の病を悼んで見舞いを書き送っているのであるが証人の祝いを述べに真っ先に大臣家を訪問したのもこの人であった「右衛門守の住んでいる方の隊の門内には 車や馬ががたた。くさん来ていて、ていいししそうに人々が出入りしていた「今年に入ってからは起き上がることもあまりできない獲物の神であったから大観の親友を病室に招くことが遠慮されて恋しく思いながら会えないことを思うと残念で神は失礼ですがやはりここへ来ていただくことにします」。 「この場合のことでやむを得ないとお許しくださるでしょう」と挨拶をさせて病室の床の近くに持している層などをしばらく外の方へ出して大将を迎えた「少年時代から隔てなく交際してきた間柄であったから近く迫った死別の悲しみは大将にとって親兄弟の思いに劣らないのである。 今日だけは承認の喜びで気分も良くなっているであろうとこの人は想像していたのであるが期待は外れてしまった「どうしてこんなにまた悪くおなりになったのでしょう今日だけはめでたいのですから少し気分でも良くなっておられるかと思って来ましたよ」と言って病床に添えた貴重の橋を上げて中を見ると「全然。 私のようで亡くなってしまいましたよ。と言いながら、えもんの神は、えぼしだけを体の下へかって、少し起き上がろうとしたが、苦しそうであった。柔らかい白の着物を幾枚も重ねて、ヤギを上にかけているのである。病床の置かれた部屋は清潔に整理がされてあって感じがよい。こんな場合にも、 規律の正しい病人の性格が伺えるようであった病人というものは髪やひげも乱れるに任せて気味の悪いところもできてくるものであるがこの人の痩せ細った姿はいよいよ品のよい気がされて枕から少し顔を上げて物を言う時には息も今絶えそうに見えるのが非常に哀れであった。 ご病気の長かったことから言えば特別ひどく病人らしいお顔になったとも言えませんよ平然よりも美男に見えますよこんなことを口では言いながらも大将は涙を拭っていた「同じ時に死のうなどと約束もしたではありませんか悲しいことですよ あなたの症状は何がどうして悪くなったのだということも言ってくれるものがありませんから親しい私でさえ何のご病気だか知らないのが頼りないことですよ自分ではいつ悪くなっていくか分からずに来ましたよどこが苦しいと決まった幹部もないものですから病がこうまで早く進行するとも思わないうちに渋滞になってしまったのですから 私はもう今では何が何やら知覚もなくなっている気がしています。惜しくもない私の命が祈りとか癌とかの力でさすがに引き止められていることは苦痛なものですから自身から早くなるのを望むようにもなって変なものですよ。私とすればこの世から去ってしまうことでいろいろな耐え難い気持ちのすることもそれは少なくありません。 親への孝行も中途までしかしてありませんし、私自身のためにも遺憾なことはありますが、そうした一切のことよりも大事な反問を私は抱いているのです。この命の末になって、他へ漏らす必要はないとも思いますが、やはり自分一人だけで思っているには耐えられないのでもあるのです。身内のものはあっても、 その人たちに言いい出す勇気を私は持っていませんそれであなたにだけ言わせていただきますが私が六条院様の感情を損ねているらしいことがありましてねそれを苦しんで心の中でお詫びをして暮らすうちに病気のようになってしまったのですがお招きがありましてあの法王様の祝いの宴の私学の日に伺いました時にお目にかかったのですが なお許していただけないご感情のあるのをお顔で私は知ってそれからの私はもう生きていることがはばかりのあることのように思われ出して憂鬱な気持ちで暮らしてきたのですがその際に受けた衝動が強かったために立ち難い衰弱に自分で自分を導いてしまったのですよ自身の無能なことは承知しながらも少年時代から深くご信頼して 誠心誠意、この方のためにお尽くししようと決心していた私ですが、中傷したものでもあったろうかと、死んで残るこの問題への関心は、無論五世の往生の妨げになるだろうと思っていますが、何かの機会に、この話をあなたは覚えていてくださって、六条院へ弁明の労を取ってください。死にましてからでもこのお取りなしがいただければ、私はあなたに感謝します。 新大納言はこう語るうちにも病苦の耐え難いもののある様子も見えて大将は悲しんだのであるがその話について思い当たることがこの人にあっても不確かな断定はそれでできない気がしたあなた自身の誤解ではないのですか少しもそんなご様子を私は見受けませんよあなたのご病気の重くなったことでご心配をしておられて いいつもいかんがっておいでになりますよそんな反問をあなたがしておいでになるのならなぜ今までに私へ言ってくださらなかったのでしょう私が及ばずながら双方の誤解を解いてあげるのでしたもう間に合いませんね取り返したいように大将は残念がったそうですよ少し良い時もあったのですからそんな時にご相談をすればよかったのです 自分自身でわからないのが命にもせよ。まさかこんなに早く終わろうとは思わなかったというのも儚ないわけですね。このことは絶対に誰もお話にならないでください。良い機会に私のためにご好意のある弁解をしていただきたいと思ってお話ししただけです。一条にいらっしゃる宮様には何かの時にご好意を寄せてあげてください。 お聞きになって法王様がご心配をあさばさないようにご生活の上のことも気をつけてあげてください。などとも大納言は言った。もっと言いたいことは多かったであろうが我慢のならぬほど苦しくなった右衛門神はもう帰れと手を振ってみせた。家事をする僧などが近くへ来て母の夫人やおとども出てくる風で騒がしくなったので。 大将は泣く泣く自死去った同胞である院の女房はもとより妹の一人である大将夫人も右衛の神のことを非常に嘆いていた誰のためにも良き兄であろうとする善良な性格であったから右大臣夫人などもこの人とだけは今まで非常に親しんでいて今度も 玉かずらは心配のあまり自身の手でも祈祷をさせていたがそうしたことも不死の薬ではなかったから効果は見えなかった夫人の宮にも姉妹にお会いできないままで泡が消えたように右衛門神は死んでしまった今まで愛情の点では悲劇すべき点もあったが形式的にはよくご待遇をして あくまでご効果を得た夫人として敬意を失わない優しい夫であったのであるから恨めしい思いを格別ミは抱いておいでにならなかったこんな短命で終わる人であったから何にも興味が持てない寂しい風を見せたのであったかと追走を遊ばされるのが悲しかったミアスどころも早く不幸な未亡人にミのおなりになったことを悲しんでいた 守の神の死でおとどと夫人はまして言いようもない悲嘆に沈んでいた自分が先に死ぬのが当然なことであるのにあまりにも道理に外れた死であると泣き焦がれているがそれが何の甲斐のあることとも見えなかった女三宮は右衛の神の恋を苦しくばかりお思いになって 長く生きていようとお望みにならなかったのであるが死の知らせを終えになってはさすがに物哀れなお気持ちになった若君を自身のこのように獲物神を思っていたが獲物守の死にお会いになってみると神秘な関わりもある気が遊ばされて獲物神が信じていたことが本当であったかもしれぬと大大荒れになりいよいよご自身の運命の悲しさにお泣きになるのであった。 弥生になると空もうららかな日が続き六条院の若君の以下の祝い日も来た色が白くて美しいかわいい子でもう声を出して笑ったりするのであった院がおいでになって「もうさっぱりした気分になりましたか?」でもご回復になったかいもありませんね 今までのあなたでこうしてよくおなりになったのを見ることができたらどんなにうれしいだろうあなたは冷酷に私を捨てておしまいになりましたね」と涙ぐんで恨みを追いになった毎日こちらの御殿へおいでにならぬ日はなくなってこうした今になって最上のお扱いを遊ばされるのであった以下の儀式に 母君が甘姿でおいでになるのは若君の将来を祝うことに不都合ではないかという意見を持つ女房たちもあってどうしようかと言われているところへ院がおいでになって「少しも差し支えない若君が女であれば母君の運命にあやかってはならないとも考慮すべきだが」と言いになり南向きの座敷に若君の小さい席を設けて祝い膳が備えられた。 新しい乳母たちは皆華やかな服装をしていてお全部から女房たちのためのお料理の盛られた器まで皆きれいな感じのする式場であった真相を知らぬ人々の寄贈したおびただしい祝い品のあるのをご覧になってもこの誤りを正しくしがたい心苦しさから恥ずかしくばかりおなりになる因であった。 天宮も起きておいでになった。切り揃えられた髪の先が厚くいっぱいに広がるのを苦しくお思いになり額の毛などを後ろへなでつけておいでになる時に院は記帳を横へ寄せてそこへお座りになると宮は恥じて横の方へお向きになったが以前よりも一層小柄にお見えになって。 紙は樹海の日にお扱いした層が惜しんで長く残すようにして切ったのであるからちょっと見ては普通の方のように思われた次々に濃くしたにびの幾枚かをお重ねになった下には黄身を含んだ薄色の一柄を置きになってまだ海姿になりきってはお見えにならず美しい子供のような気がして これが最もよくお似合いになる姿であるとも縁に見えた。墨染という色は少し困りますね。どうしても悲しい色でね。目がくらむ気がします。こうおなりになっても一緒に暮らすことができるのだからと思って、自ら慰めようとしていますが、まだ今でも、 涙だけは諦めてくれずに流れ出すので困りますよ。こんな風にあなたに捨てられたのも私自身の罪であると考えられることも苦痛の極みですよ。取り返さないものだろうか。と委員はご短足を遊ばして、本当の尼の気持ちになっておしまいになれば、それは病気のためでなく、私が嫌におなりになったためにそうおなりになった気もして。 私は情けないでしょうよ。やはり私を愛してください。こうお言いになるとこの境地にいては人を愛したりすることができないものだと聞いていますものまして私などは初めから愛するということが分からなかったのですからどうお返事を申し上げればいいか存じません。とみはお返事を遊ばされる。 仕方のない方ですねお分かりになることもあるでしょうがと言いさしたまま院は言葉をお切りになって若君を見ようと遊ばされた目のとには貴族の出の人ばかりが何人も選ばれてついていたその人たちを呼び出して若君の取り扱いについての注意をお与えに院はなるのであったかわいそうに 未来の少ない老いた父をもって遅ればせに大きくなってゆこうとするのだねと言ってお抱き取りになると若君は快い笑みをお見せしたよく太って色が白い大将の幼児時代に思い比べてご覧になっても似ていない女後の宮方は皆父帝の方によく似ておいでになって 王者らしい僧帽の気高いところはあるがことさらお美しいということもないのにこの若には貴族らしい上品なところに愛嬌も沿っていて目つきが美しくよく笑うのをご覧になりながら因は愛情をお感じになった思いなしか知らぬがこう、えもんの髪によく似ていた。 これほどの幼児でいてすでに貴公子らしい立派な目つきをして縁な感じを持っていることも普通の子供に違っているのである母の宮はそうであるとも確かには分かっておいでにならなかったしその他の人はもとより気のつかぬことであったからただ因お一人の心の中だけで哀れな因縁であると個人のことを考えておいでになると。 人生の無情さも次々に思われて涙のほろほろとこぼれるのを今日は祝いの式ではないかと恥じてお隠しになり「五十八をまさに後あり静かに思うに喜びに耐えたりまた嘆くに耐えたり」とお歌いになった「五十八から塔を引いたお年なのであるがもう晩年になった気が遊ばされて 博楽天のその詩の続きの「慎みて玩具何時の父に似るなかれ」を歌いたくおぼしめしたかもしれないあの秘密に預かった者がここの女房の中にいるはずであるその人たちは自分を愚人として侮蔑しているのであろうと大思われになることは不快であったが自分のことは忍んでもよいが宮を その人たちはどう思っているかという点までを思うと、宮のためにおかわいそうであるなどと委員は大思いになって、あくまでも知らぬ顔を続けておいでになるのであった。無邪気にうれしそうな声を立てる若君の目つき、口つきは、知らぬ人に分からぬことであろうが、自分が見れば全くよく似ているとお思いになる委員は、 親たちが子供でもあればよかったと言って悲しんでいるのに、これを見せてやることもできず、秘密なところにこの子だけを形見に残して、あの思い上がった男が自身の心から命を縮めて死んだかと、右衛門神が哀れに大思われになって、失敬なことであると罪を憎んでおいでになった感情も消え、泣かれておしまいになるのであった。 女房たちがいつの間にかお居間を出てしまったのをご覧になってから院は宮の近くへお寄りになって「この人を何と思うのですかこんなに可愛い人を置いてこの世をよくも捨てられましたね冷酷ですよ」と不意に追いかけになった宮は顔を赤めておいでになった「たがよにか種はまきしと人とわば」 いかが岩根の松は答えんかわいそうですよ。ともそっとお言いになったが、宮はお返事も遊ばさずにひれ伏しておしまいになった。もっともであるとお思いになって、強いて物をお言わせしようとも遊ばされない。どんなお気持ちでおられるのであろう。奥深い感情などは持っておられぬが、 巨神平気でおいでにはなれないはずであると想像ができるのも心苦しいことであった大将は「右衛門神が思い余って自分に漏らしたことはどんなわけのあることであろう」「個人があれほどまで弱っていない時であったなら自身から言い出したことなのであるからもう少し確信に触れたことも聞き出せたであろうが」 もうあの際であったのがおりを得ないことで残念であったなどと考えていて兄弟たち以上にこの人は故人を恋しがっていた女三宮がにわかに出家を遂げられたことも何かわけのあることらしいそう大病でもおありにならなかった方を院が何の講義も遊ばされずにあまにさせておしまいになってよいはずはないのである 二条の院の夫人があの渋滞になっていられた場合に泣く泣く許しを壊われたのさえもお拒みになったのであるからというようなことも大将は考えられ「右衛門神の問題と尿王三宮のご出家とは関連したことに違いない」ということに思いは帰着した「昔から宮を大思いしていて忍び余るような物思いの影を自分などに見せたこともある人である」 自生していて、上辺だけはあくまでも冷静で、この人の心には何を思っているのかと伺うのに苦しむほどであったが、感情に負けるところがあって、あまりに彼は弱い男であった。どんなに優れた恋人であっても、許されない恋に強熱を傾け、最後に身を謝るようなことをしてはならないのである。一方の人のためにも気の毒なことであるし、 彼が自身のの命をそれに捨てたのも賢明ななことではない皆全焼の因縁とは言いながらもやはり軽率なことであったと大将は自身一人で思っていて夫人にも話さなかったまた良い機会もなくて院に個人の心をお伝えすることもまだ果たさなかった 大将としては、またそれを話し出した時に秘密の全貌の見られることも願っているのであるから、後期は容易に見出せないのであるらしい。高大納言の父母は、涙の晴れ間もないほど悲しみに溺れて暮らしているのであって、日の立つ数もわからなかった。法事などの用意も、子息たちや無子君たちの手でするばかりであった。 供養する教官や仏像も次男のサダイ弁が主になってて作らせていた7日7日の図教の日が次々来るたびにその注意を子息たちがすると『もう一切何も聞かせないようにしてくれ。あれに関した話を聞けばまた悲しみが湧くばかりだからかえってあれの行く道を妨げることになる』というだけでおとども死んだ人のようになっていた。 一条の宮はまして終わりの病床に見ることもおできにならないままで夫を死なせておしまいになったというお悲しみもあってその後の日の重なるにつけて広いお屋敷はますます寂しいものになってお召使いの人たちも減っていくばかりであった大納言の恩講を受けていた人たちだけは故人の未亡人の宮に今も敬意を表しに来ることを忘れなかった。 愛していた鷹狩りの鷹とか馬とかを預かっていた侍たちは頼るところを失ったように力を落としながらも寂しい姿で出資しているのがお目に入ったりすることなども宮のお心を悲しくさせた手慣らしていた今の道具類四十引いていた美は、ワゴンなどの今は糸の張られていないものなどもご覧になるのが苦しかった。 庭の木立が煙時を忘れずに花の咲こうとするのをお眺めになっていて寂しかった女房たちも皆喪服姿になっていてあらゆるものから受ける印象が物哀れであったある日の昼頃に高い先の声がしてお屋敷の門に止まった車があったぼんやりしていますと 「お亡くなりになった殿様がおいでになったのかと思いますよ」と言って泣く女房もあったそれは左大将が訪問してきたのであったまず訪問の意を通じてきたいつものように大名言の弟の左大弁とか三儀とかの来訪したのかと屋敷の人は思っていたところへ品がよくてきれいな風鎖で 身の取りなしの優れて立派な大将が入ってきたのであった中央の間に続いた南向きの座敷に席を作って客は迎えられた普通の人たちのように女房だけが出て応接をするのは失礼であると言って宮の母君の見やすどころがあったあの不幸な友人を悲しみます心は身内の人たち以上ですが 形式的にはそれだけの志も見せられないのでございました。臨終の頃、私へ託しましたこともありますから、宮様に対して十分の好意を私はお持ちしております。誰にも死は巡ってくるはずですが、しばらくでも後へ残りました以上は、友人の縁故でできますだけのお世話を申し上げたいと思いまして、もう少し早く伺うつもりだったのですが、 諸子などで御所の中の忙しい頃に職へのはばかりに引きこまらなければならなくなりますのもいかがと遠慮が致されましたしまたお庭へ立たせていただくような伺い方は私の心も満足できることでないと思いましてつい日を絶たせてしまったのでございますおとどなどのお嘆きの深いのを聞いておりますが親子の愛情とは別なご夫婦の間でいらっしゃった宮様を 個人があんなに気がかりに考えておりましたことを思いますと宮様の方でもお悲しみになっていらっしゃる程度もどれほどのことかと共察されましてご同情に絶えません。こう語っているうちにも大将はたびたび流れる涙を拭いていた「生命な気高さがあってしかも美しく縁な姿を大将は持っていた」 見やすどころも鼻声になって悲しいのが無情の世の常と申しまして悲しいことはまだ他にもいろいろあるのを思いまして私たち年のいったものは強いて気を強く持とうと努めることもいたしますが宮様はまだお若いのでございますから悲しみに沈みきっておしまいになりまして同じ世界へ行っておしまいになるのではないかと危険でなりませんほどのお嘆きをしておいでになります。 不幸な生まれの私が今まで生きておりまして大納言をお知なせしたり宮様を未亡人におさせしたりしていく運命をじっとそばで眺めていねばならぬかと苦しゅうございます。近いご親戚関係でいらっしゃいますからもうお聞きおびでもございましょうが私はこのご結婚談の最初からご賛成は申し上げていなかったのでございますが おとどが熱心にご運動なさいましたしまた法王様もお許しになる様子でございましたからそれではその方がよろしいことで私の考え方は間違っていたのかと考え直しましてとうとうご結婚をおさせ申したのでございますがこんな夢のような不幸が起こってくるのでございましたらもっと自分の信じましたところを強く主張しておれば宮様をこうした目にお合わせ,せせずに済んだはずであると残念でなりません。 私は初めから、宮様方はよくよくのご因縁のあることでなければ、結婚などは遊ばしてはならないものである、神聖なものとしておおき申し上げたいと、昔風な心に願っていたのでございますから、こんなどちらつかずのご不幸なお身の上におなり遊ばした以上は、いっそ悲しみでお亡くなりになるのもよろしかろう、不幸な宮様としてお残りになるよりは、などとも思いますが。 さてそうも諦めきれるものではございませんからやはり悲しんでばかりおりましたうちにもご親切なご疑問のお手紙を指示をいただきになるようでございますからありがたいことと存じておりましてこうしていただけるのも個人が特に宮様のことでお頼みされたことがあったのかと必ずしもご愛情の見えるご両親ではなかったのですが最後にどなたへも宮様についてのご遺言をなさいましたことで。 悲しみにもまた慰めというもののあるのを発見いたしたのでございます。と言って見やすどころはひどく泣きいる様子であった大将もそぞろに誘われて泣いた昔は不思議な冷静な人でしたが短命で亡くなるせいかこの二、三年は非常に目いって見える時が多くて 心細い封を見せられましたから、あまりに人生を考えた末に悟ってしまった成長な心境というものかもしれぬが、それでは今までに持っていた優れた良さが消えてしまうことにならないかとも不安に思われると、小賢しく私が時々忠告らしいことをしますと、あの人は私を憐れむような表情で見ていました。何よりも宮様のお悲しみになっていらっしゃいますご様子を伺いまして。 もったいないことですがおいたわしく存じ上げます」などと懐かしいふうに話してしばらくして大将は去っていこうとした「エモ衛門神はこの人より5つ6つの年長であったが彼は極めて若々しく見えて女性的な柔らかさの見える人であったがこれは重々しく丹精でしかも顔だけはあくまでも美しいのを 若房などは悲しさも少し紛れたように興奮して帰って行こうとする大将の姿に眺めいった前の庭の桜の美しいのを眺めて「深草の延べの桜し心をあらば今年ばかりは墨染めに咲け」と口へ出てくる大将であったが「雨姿を言うようなことはここで言うべきでない」と遠慮がされて 春ごとに花の盛りはありなめど愛民ことは命なりけると歌って「時しあれば変わらぬ色に匂い蹴り片へ折れたる宿の桜も」と自然な風に口ずさんで花の下に立ち止まっていると見やすどころはすぐに「この春は柳の目にぞ玉は抜く」。 咲き散る花の行方知らねば」という返しを書いてきた高い彩色の見えるほどの人ではないが前には「妻女」と言われた行為であったのを思って評判通りに気の利いた人であると大将は思った大将はそれから太政大臣家を訪問したが子息たちの幾人かが出てこちらへと案内をしたので おとどの離れ座敷の方へ行っては無遠慮ではないかと躊躇しながら入っていって舅にあったいつまでも鍛麗な音々の顔も非常に痩せ細ってしまってひげなども反らせないで伸びて親を失った時に比べて子を死なせた後のの音々は衰え方がひどいと世間で言われる通りに見えた顔を見た瞬間から悲しくなって流れ出した涙が いつまでも続いて流れてくるのを恥ずかしく思って大将はお仕掛けしながら一条の宮をお尋ねしてきた話などをした初めから締めっぽい風であった音戸はさらに多くの涙を見せて個人の話を婿としあった懐が見え一条の宮淄所が書いて渡した歌を大将が見せようとすると「目もよく見えないが」と 涙の目ををしばた,たきながらそれを読もうとした見えも思わず目のためにしかめている顔は平成の誇りに輝いた時の面影を失って見苦しかった歌は平凡なものであったが玉は抜くという言葉は音戸自身にも通説に感じていることであったから相あわれむ涙が流れ出るふうですぐにまた言うのであった。 あなたのお母さんが亡くなられた時に私はこれほど悲しいことはないと思ったが女の人は世間と交渉を持つことが少ないために不意にいろんな言葉が自分の痛い傷に触るというようなこともなくて今度のような苦しみをその後で感じることはなかったものです賢くもありませんでしたが朝廷のご恩を受けて地位を得てゆくに従って 彼の庇護を受けようとする者が次第に多くなっていたのですから彼の死に失望をした者も,も随分あるでしょう。しかし親である私はそんなふうに勢力を得ていたのに惜しいとか官位がどうなっていたかというようなことではなくて平凡な息子である裸の彼が耐え難く恋しいのです。どんなことが私のこの悲しみを慰めるようになるのでしょう。それは あり得ることとは思われません音戸は空間に向いて探索をした夕方の雲が鈍色に霞んで桜の散った跡の梢にもこの時初めて音戸は気づいたくらいである「見やすど安ろの歌の紙へこのもとの雪に濡れつつ坂島に」 「かすみのころもきたるはるかな」と書いた「大将」も「亡き人も思わざりけん打ち捨ててゆうべのかすみ君きたれとは」と書く「サダイんも「めしやかすみのころもたれきよと春より先に花のちりけん」と書いた「大納言の法事は」 非常に盛んなものであった左大将夫人が兄のために捧げ物をしたのは言うまでもないが大将自身も真心のこもった捧げ物をしたし図教の寄付などにも並々ならぬ友情を示した左大将は一条の宮へ四十見舞いを言い送っていた。 の初夏の空はどことなく爽やかであらゆる木立が一色の緑を作っているのも寂しい家では全て心細いことに見られて宮の御母子が悲しい退屈を覚えておいでになる頃にまた左大将が来訪した植え込みの草などもすでに青く伸びて敷砂の間間には強いよもぎが広がり返っていた 臨戦に対する趣味を大納言は持っていて美しくさせていたものであるがそうした植え込みの乾木類や火葬の類もがさつに枝を伸ばすばかりになって人村すす紫はその陰に鳴く秋の虫の根が今から想像されるほどはびこって見えるのも大将の目には物哀れで湿っぽい気分がまず味わわわれた物を家として ミスに変えてイオスが掛け渡され夏のに変えられたのもニビ色の基調がそれについて見えるのが目には涼しかった姿の良い綺麗な道女などの濃いニビ色の風見の端とか後ろ向きの頭とかが少しずつ見えるのは感じよく思われたが何にもせよニビ色というものは人をハッとさせる色であると思われた 今日は宮のお座敷の縁側に座ろうとしたので敷物がうちから出された例の話し相手をする宮ころに出てくれと女房たちは勧めているのであったがこの頃は体が悪くて今日も寝ていた宮ころの出てくるまで何かと女房が挨拶をしている時に人間の思いとは関係のないふうに快く青々とした庭の木立ちに大将は眺めいっていたが 気持ちは悲しかった柏の木と楓が若々しい色をして枝を差し交わして立っているのを指さして大将は女房に「どんな因縁のある木同士でしょう枝が混じり合って信頼を仕切っているようなのがいい」などと言いさらにミスの方へ寄って「ことならば鳴らしの枝に鳴らさなんモリの神の許しありきと」。 「まだミスの隔てをおのきくださらないのが遺憾です」と言った一段高くなった部屋の投げしへ外から寄りかかっているのである柔らかい形をしていらっしゃるときにまた別な美しさがおありになりますよと女房らはささやき合うのであった今まで話していた少々という女房を取り次ぎにしてミヤはお返事をおさせになった 「柏木に『ハモリの神はいます』とも人ならすべき宿の小か」「突然にそうしたお恨みをお言いかけになりますことでご厚意が疑われます」と伝えられたお言葉に道理があると思って大将は微笑したその時に宮ころがいざってくる気配がしたので大将は少し居住まいを直した。 世の中のことをあまりに悲しく思い過ぐしますせいですか。体の具合が悪うございまして、ぼけたようにもなって暮らしておりますが、こうしてたびたびのご親切なご訪問に力づけられまして出てまいりました。と見やすどころは言ったが、言葉通りに病気らしく感じられた。個人をお悲しみになりますことは、ごもっとも至極なことですが、しかしそんなにまで深くお嘆きになってはよろしくないでしょう。 この世のことは皆前生からの決まっている因縁の表れですからそう思えばさすがに際限もなく悲しみばかりの続くものでないことがわかると思いますが」などと大将は慰めていた「この美弥は以前噂に聞いていたよりも優美な女性らしいがお気の毒にも夫にお別れになった悲しみのほかに 世間から不幸な人におなりになったことを哀れまれるのを苦しく思っておいでになるのであろうと思う同情の念がいつかその方を恋しく思う心に変わっていくのを自ら認めるようになった大将は熱心に宮のご近所などを見やすどころに訪ねていた「ご器量はそうよくはおありでならないであろうが醜くて気の毒な気持ちのする程度でさえなければ」 外見だけのことでその人が嫌になるようなことがあったり他の人に心を移すようなことは自分にできるはずがないそんな恥知らずなことは自分の趣味でない性格の良し悪しで尊重すべき女とそうでない女は分けられるべきであるなどと思っていたもうお心安くなったのですから「えもんの神」をお取り扱いになりましたごとく 私を他人らしくなくご待遇くださいますように」などと恋を表して言うのではないが持ってほしい行為を年頃に要求する大将であったその脳死姿は清楚で背が高く立派に見えた「六条院様は懐かしく縁な美貌でそしてお品の良い愛嬌が無縫なのですよ。 この方は男らしく華やかでああ綺麗だと思う第一印象が誰よりも優れておいでになりますよなどと女房たちは言ってかなうことなら宮様の殿様におなりになって始終おいでくださることになればいいこんなことまでも思ったに違いない右将軍が墓に草初めて青しと大将は口ずさみながらもこのも 近頃行った人を悼んだ詩であることから詩の中の右将軍の惜しまれたと同じように世人が上下こぞって惜しんだいくつきか前の友人の死を思うのであった帝も音楽の遊びを催される時などにはいつの場合にも右衛門神をご追く遊ばすのであった「ああ右衛門神が」という言葉を 何につけても言わない人はないのである六条院はまして故人をおあわれみになることが月日に添えて勝っていった宮の若君を院のお心だけでは「右衛門神の形見」と見ておいでになるのであるが誰もこの形見のあるのは知らぬことであったから何者からも面影を捉えることは不可能だと思って んのの髪を悲しででいるのであった。「秋になった頃からこの若君は灰などなさる様子が言いようもないくらい可愛いので陰は人前ばかりでなく真から愛しくていつも抱いて大事になさるのであった」。